はい、皆様こんにちは。リフトドゥンケルハイトでございます。リクに答えて実況プレイ戦国バサラ4、宗茂さんの創生ルート続きをやっていきたいと思います。前回は政宗様のところの一騎一で、まあ、ちょっとね遊戯書を使ってちょっと趣向を凝らしてみましたが、また次も一騎打ちステージで前回やらなければよかったかなと若干後悔をしておりますが、総理様を真っ当な君主になるように導こう、うん、これぞ忠臣の務め。いや、なんかもう今更遅いと思う。ビシバシ宣伝していきますよ。宗茂、今すぐジャンボザビ君になりなさい。来たぞ、いつもの無茶苦茶。ここはビシッとお断りして。どうしたのですか？40秒で支度をしなさい。ほら、そのネタはやめろ。手前、頑張れ。言うんだわし、言わなきゃダメだ。頑張れ、宗茂さん。遊びに来る子はいねえかと、家々を回るのです。いやいやいや、今日もできて一石二鳥です。逆になんかダメなパターンで。それって生ハゲ、はあ、どうしよう。戦国時代生ハゲはあったのか。しかも言わないまんまかーい。さあ、残念ながら今回ここしかありません。はい、どうしましょうね。また遊戯書入れますか。何がゲットできたの？キバと無水か。キバは、まあ、ヨバすでにあるからあれなんだけれども、吸血はないんだっけ？あー、極みがあるのか。あれ？相当変がまだあるじゃん。じゃあ、ちょっと合成しますか？何を合成しますか？この主力をまたやるか？あ、以前も主力やった気がするけど。ゴー！そして、砲塔になったような気がするけど、ダブル砲塔みたいな。おやどういうことかしら。解体しよう。なんだよ、今の。無駄かよ。あー、待って、サダカツ。サダカツの方は打力痛で。あ、サダカツの方もある。変あるじゃん。じゃあ、タダカツの方でもなんかやってみようかな。イタデ主力かな。いらなさそうなのは微妙に。じゃあ、イタデを変えてみましょう。ゴー。何になるかな。水鏡か。使わねえなー。いまいちですね。解体しましょう。なかなかこう、ねえ、この辺でしか出てこないってやつが出てこないですね。じゃあ、行きましょうか。じゃあ今回もなんか遊戯書やりますか？でも言うてなんかこうね、獲得基礎実績 50% アップだ。50% アップだからあれか、前回足軽頭になったのかな。でもなぁ。ヒット数2倍でもなぁ。あ、瀕死中の攻撃力かなのか。最強殺しをつけて、さらに攻撃力3倍になるとどうなるんだろうね。3倍が適用されるのかな。まあ、できれば早めに終わりたいというか、あんまり苦労はしたくないんだよな。ひるまなくなる。まあ、この二人もともとあんまりひるみづらいからな。これあんまり、戻って、言うて大して量ないんだよな。S 重視。体力2倍はいっか。あまり早く溜まる意味ないしな。思いつかないな。気力満々でいくか、サクッと。もうこれでいくか。もう全然思いつかないや。は
早めに倒せたらいいな。まずは手前が。だって二人だしさ、怖いよ。松永さんは攻撃力めちゃめちゃ痛い。早速、とりあえず早速放っていくのが、なんか最初一発殴られたように来ませんでもないけど、火の至りを使ってよいしょ、火の至り使った方がいいのか、おらららららら、よっこら、よいしょ、いける、コタを殺せ。特別実績をなぜか獲得したが、何の特別実績なのかがわからない。回復をする。よし。おお。おお。おらぁ、ん、よいしょ、企画に迫れるやもしれない、よいしょ、あ、企画であることもまた、おらら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 、あ、倒したぁ、あ、実績獲得した、よいしょ、何の実績、よいしょ、以上かな。松坂さん3回目だよ、倒すの。いや、あ、すごいいい景色だな、向こう。雲の雰囲気がすごい綺麗。PS4 だともっと綺麗なんだろうな。はい。まあ、早々に終えてしまいましたが。いや、ラストはできれば一騎打ちは避けてほしい。ラストはできれば一騎打ちは避けてほしい。いい感じの乱戦をやりたい。頼むわ。まさか2回連続一騎打ちは、ちょっと想定してなかった。一騎打ちは1回でよかったのに。はい。おお、しごろごしてもいった。遊びに来る子はいねえが。もうちょっと待って、生ハゲやってません？生ハゲやってません？いねえがーっつって。あれ？逆に。魔王と覇王が安土に。マジかよー。いや、最後のお祭りがこれか。あ、田中津、いや、多分このステージは田中津出ないと思うわ。家康は出てくるけど、めっちゃ高いところで上がったな。むねしさん、株いまいち。究極ってなんでこんないまいちなんだろう。まあ、まさかのここっていうことで、ここあれなんだよな、リクエストのところなんだよな。リクエストで田中津と宗茂さんね、確か。でも難易度は確かバッサラーでここだったか、そんなので、バッサラーでやるのは結構きついからっつうので、レベル上げてたような気もせんでもないんですけども、はい、ここ、まあ次回頑張りたいと思います。それでは今回はここら辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。